お疲れ様です。この転がった市場、面白いのでこのままにしておきます。むしろこれから建築するたびに、横転しないかなと思うようになったで。で、今回はレベル上げをしてみたいので、狩りをします。近くに、青色のモンスター的な何かがうろついとるんよな。これですね、コメントではセルリアンって言われてたやつ。ウプ主はケモフレを含め、アニメと漫画をほとんど見ないから、セルリアンのこともようわからんのや。アニメ漫画見てたら動画制作できないってね。一応、この青色の子は、モノって名前がついてるようですね。そして斧で攻撃しようとする可愛いキリタンがこちらや。だって剣より斧の方が強いじゃん。残念ながらこの世界の斧は、すべと同じやで。おーの。忘れて。仕方ないですね。原始的に木の棒で叩くことにしますか。ぐえ。いやいやいや、どんだけ吹っ飛ぶね。そりゃ、ぽよぽよやしな。理由になってないんですがそれは。弱いけど、これだけ吹っ飛ばれると戦いにくいですね。レベル上げには、動物の方がいいのかもな。あれあと一撃で倒せそう。キリタン砲の味噌となれ。レベルが上がって、HP とマナ、そしてスキルポイントが上がったで。スキルポイントって？そのポイントを使って、新たなスキルを身につけるんやで。例えば、その画面にあるスキルは、マナの回復量アップとか、回復行動ができるようになったりとか。別のページに行くと、魔法が習得できたり、採掘効率が上がったり、とにかく、いっぱいスキルがあるんやで。これは、かなり悩みそうですね。とりあえず、レベルを上げやすいように、戦闘系のスキルが欲しい。いや、そっちより、採掘効率を上げたいかな。採掘して鉱石を増やせば、鉱石製のツールも作りやすくなって、武器もいろいろと作れそうだからね。つまり攻撃力を上げるための、採掘強化ということで。さて、これでどのくらい変わるのか見てみましょう。確か、スキルがない状態でのダメージは18とかでしたよね。そう考えると、だいぶ上がってますね。カットしたけど、あれからもう一度レベルアップして、これはスキルレベルが2の状態や。そう考えると、そんなに上がってないかも。ちなみに、石や木に与えるダメージ量が、石や原木の回収量と比例するで。さて画面は変わりまして、時代の祭壇を作ります。いきなりクラフト物のレベルが上がりすぎやろ。あと5分。5分待つ前に完成したで。これも設置物のようなので、置きましょうか。うわ、でかい。そりゃ、この世界のシンボルになるような、重要建造物やし。しかも、出来上がるまでが遅い。じわりじわりと、塔が伸びていくで。にしても、こんなことができるこの子は、やっぱり魔法少女なんやろか。魔法少女、キリタンです。恥ずかしい。絶対これをさせたいがためのセリフでしたよね、今の。バレちったか。これはテヘペロや。テヘペロといえば、抗ウイルス薬やな。絶対にうちの視聴者さんじゃないとわからないじゃないですか。テヘペロとは、ウイルスが DNA を作ろうとするときに、間違って違う材料を取り込んでしまうことや。ちなみに抗がん剤も、フルオロウラシルとかカペシタビンとかはテヘペロやで。こういった待ち時間にお薬解説できるの、強みですよね。なんか、この祭壇も、見たことありそうな気がする。つうか、見たことあるものが多すぎて、もう全部見たことあるように見えるんや。あの、後ろで大惨事が起こってるんですが。キャンプファイヤーに触ると火傷する。羊くんにも、そのことを体で学んでもらわないかんのや。学ぶ前に焦点しそうなのですが、それは。実際、こうやってキャンプファイヤーを設置して遠出すると、帰ってきた時にお肉が落ちてることが多いで。ただのトラップ施設じゃないですか、やだ。それで本ダイヤが、この祭壇で、時代を進めることができるんや。この前、アカネちゃんが言ってたやつですね。時代を進めれば、作れるようになるアイテムが増える。この、左に表示されているアイテムたちですね。じゃあ素材も集まっているので、進化させましょう。なんかすごい演出が出た。早速、新しく作れるようになったアイテムを作ってみよう。確か新たなツルハシとか剣とかがありましたよね。これを先にやりましょう。銅鉱石があるので銅のツルハシを作りたいのですが、精錬してインゴットにしないといけませんね。これも基本やな。鉱石は精錬してから使うもの。それならこの、石の炉というのを作ればいいのでしょうか？せやな。省エネモードでいきまーす。できました。設置しました。精錬しました。ここだけ急にテンポ良くなってついていけへんわ。ちなみに、石の炉は、こんな感じの見た目です。農業系アイドルなら普通に作れそうやな。うなにもアイドルとして、炉の作り方は学んでもらわないと。うなちゃんに何を目指させようとしてるんや。あ、あの羊、またキャンプファイヤーに突っ込みそう。
他の羊に引火してマジの大惨事になったんですが。これが自然の摂理、弱肉強食やで。違うと思うんです。では、銅のツールを作ってみます。まずは鶴橋が先やな。できました。これを使えば、今まで壊せなかった鉱石も壊せますかね。マイクラと同じような感覚やな、そこは。では、この赤黒い鉱石をば。これは鉄鉱石でしたか。鉄のツールも作れるな。あの水色の鉱石はどうかな？あ、ダメでしたね。鉄のツルハシがあれば壊せるんやろな。では、同じ流れで鉄のツルハシまで作ります。この水色の鉱石は銀鉱石でしたか。これが、この時代で手に入る最上級の素材のようやで。やから、これでツルハシに、斧に、剣にと、装備類を揃えていくと良さそうやな。わかりました。裏で作りますね。上級のツールを作ったら、下位のツールはどうしようかなと思ったんですけど、市場で売ればいいですね。確かに、少しでもお金になればええな。この市場、どちらかというといらないものの処理場になりそう。で、ツルハシと斧は銀製にしました。あとは武器や防具ですが、これは作業台ではなく、鍛冶屋で作る必要があるみたいです。チェストは去らなきゃ。申し訳ないが略奪行為は NG。と、これも転倒しないかなと思いつつ、設置します。とりあえず、適当に置こうかな。急ブレーキにご注意ください。うむ、鍛冶屋らしい鍛冶屋です。これで、剣や弓を作れそうです。防具もあるけど、素材が足らんみたいやな。それじゃ、剣をグレードアップして、あと弓も作ります。確かに攻撃力が段違いです。でも、一撃で倒せるわけではないみたいやな。吹っ飛んでいくの大変だ。と、そんなところで、今回はここまでにしましょう。じゃあ、一つ、告知をするで。9月20日の夜、ボイスロイド巣窟祭というイベントに参加するで。これは、ボイロ実況者がマイクラ内に用意された競技場に集まって、いろんなゲームを戦うイベントや。2年前にも参加したやつですね。あの時は楽しかったです。当日は配信もするし、視点動画も競技が終わる前に上げる予定やで。ぜひ、見に来てくださいね。では、また次回をお楽しみに。